皆さんこんにちは。2ヶ月ぶりに卓球大会が開催されております。はい、今回も渋谷ラウンド。私の番はまだですので、ソフトドリンクを飲んで、待っているところでありますが、この卓球場のソフトドリンクはこのクリームソーダかコーラフロート、コーヒーフロートと上にアイスが乗っている飲み物しかありませんでした。はい、そして私の番でございます。前回久しぶりに卓球をやったら勝敗にこだわってしまったというふうにお伝えしましたが、今回も私はカッティングスタイルで臨んでおります。すべての球をカッティングしていくというスタイルで臨んで勝利をもぎ取っていきたいと思っておりますが、今回私は非常に有利な戦いとなっております。というのも、この卓球場にやってくる前、すでに食事を済ませてきております。食事を済ませたということは、私以外のメンバーはみんなお酒を飲んできているということです。シラフは私一人だけ。皆さんは飲酒卓球ということで、かなり有利かと思われたのですが、実際やってみると意外と押されている。今回も勝ちは、難しいのかなという状況になっています。この変なカッティングスタイルは諦めた方がいいのか、またこの戦いの前に飲んでいたクリームソーダのせいで少し横っ腹が痛いということが原因なのか、わかりませんが、かなり押されている状況であります。しかしやればやるほど上手くなりたいという気持ちが強くなっておりますので、卓球教室的なところに通おうかと検討を始めております。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。